今日は Amazon のカタログ用にですね、写真の余計な余白を切り取る方法です。Amazon はメイン画像ですね、商品が全体の 85% 以上を占めるようにという指定があります。普通に撮影したんだとですね、全体の 85% が商品というような撮り方はなかなかできないです。ですので実際には、撮影した後、余計な余白を切ってメイン画像に使うというケースが多くなりますので、そのやり方です。いろんなソフトがありますけど、今回は無料でもともと Windows に入ってるですね、Paint を使ってやる方法をお知らせします。まず Paint で、加工したい、写真を開きます。ね、こう開くを押して、写真の入ってる、ファイルを選択すると。で、次にこの選択というね、ところがありますので、そこをクリックします。そうすると、こういうね、丸で囲める、カーソルが出てきますので、それで切り取りたい部分を囲みます。その後、この、トリミングというところをクリックします。そうするとですね、余計なところがあって、トリミングした部分だけが残ると。そしたら、あとは、このトリミングしたものを JPEG で保存してください。ただですね、念のためこのプロパティというのを押して、プロパティっていうのはね、ここにありますね。これを押して、サイズを確認してください。今回はちょっとちっちゃくなりすぎました。これね、1000ピクセル以上あるというのが望ましいと。拡大機能を使うにはそういうのが望ましいとなってます。で、通常ね、こういうこのぐらい切り取っちゃうと、もう全体の半分以下にしちゃってますんで、1000ピクセルなんて全然なしになっちゃいます。初めからね、できるだけ商品だけがこう映るように、でっかく取ると。で、余計な部分を切ると。あるいはね、うまく取れれば、商品だけで、加工いらないという方がね、世話なくていいです。いずれにしても、商品をちっちゃく取っちゃうと、サイズが足りなくなりますんで、できるだけ商品だけを大きく撮るというのを意識して写真を撮影してください。